みなさんこんにちは。島村楽器赤羽アピレ店サックスインストラクターの川瀬愛です。今回はサックスサロンの体験レッスンの様子をサックス未経験者のスタッフの協力のもと撮影いたしました。どうぞご覧ください。手の皆さんこんにちは。こんにちは。はい、じゃあこれから、サックスの体験をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあまず、アルトサックスっていうものはこういう感じのものなんですけど、はい、3つにまず分解されてしまわれています。で、本体とネックで、口の部分のマウスピースのこの3点になります、はい、それでは、下唇をちょっと内側に巻いてもらって加えてください。で、深めに加えてください。もう少し、そうで、まずそうです、ゆっくり息吐いて、シュコーって、でこれにお腹の力を加えて、せーので、まず5秒間伸ばしてみたいと思います。せーの、そうです、ありがとうございます。こんな感じで、なるほど、はい、ビリビリビリってこう振動が感じると思うんですけど、はい、いいですよ、せーの、今全部押したド吹いていきますよ。せーの。でまっすぐ前行きましょう。三、はい。小指離すとレ。そう、合ってますよ。前見てレ。そう、こう。せーの。綺麗な音が出てます、はい、ここで1曲、聖者の行進という曲をね、これね、ドレミファソしか使いません。ありがとうございました。